2月に申請を受け付けしました中には、6人の給付者がおりまして、福島県から4人あの申請があったわけですけれども、その中に1人、4歳児が、事故当時4歳児が含まれていたわけです。それであのこの方はあの県民健康調査を受けてそれであの 経過観察もあの福島県立医大でされていましたで、手術も福島県立医大でしていたんですけれども、検討委員会の報告の中には、この数が含まれていなかったということで、大きく3つ問題があると思うんですね。で1つは、あのえっと、入り口が県民健康調査っていうところで入っていくわけですよね、皆さん。 検査を受けるでその時にあの b 判定ですぐあの細胞診を受けてそれではあのガン内所がんの疑いっていうのが出ると報告の方へあの、えー、検討会の報告の中に入るわけですよね数がでその時にあのえっ、ー、と b 判定でもあの細胞診であの 経過観察というところに行ったり細胞診を受けなかったりし,たして経過観察に入った場合ですね。そそれははの方たちは あの後からがんっていうふうに診断されても、その検討会の数の中に入ってこないということがあるわけです、今まで2500人以上、その中にいらっしゃるわけです、で1回目でも1200人以上いらっしゃいますから、もしかしたらその中に、もうあのがんとして手術された方もいらっしゃるかもしれない。 だけど、それは分からないっていうことがあるんですね。で、そういうところが非常に問題だと思います。去年9月にあの、えー、福島で行われた国際専門家会議がありましたね。で、その後あのそのそれを受けて、山下先生とそれから庭先生。 などのあの名前を連ねた提言があの福島県に出されたわけですねでその時にこれこのがんは多発であるけれどもそのえっ、ー、とまあ、えー、放射線の影響とは考えにくいのであの検査は自主的な判断によるべきだというあの提言をされたわけですそれでその、えー あの放射線の影響とは考えにくいという根拠の中にですね0歳から4歳あの4歳の子どもにがんがないということははっきり書いてあるわけですであのそれですと去年の12月ですからその提言を出したのはでこの方があの手術を受けたのは2016年の全般ですから分かってるはずなんですねそれからもう一つの問題はあのえ これだけ甲状腺がんのことが、まあ、注目されていてあの4歳児とかあの低年齢の方にがんが増えていないことがあの放射線の影響を考えにくいという根拠に一つになってるわけですよ。でそれなのにその福島県の,の県立の病院の中でですねそういう小さい子が。あの 手術をを受けているととうことをパラメリカルの人やなんかもご存知ななはずなんです、ね、で、それであの検討委員会があの発表した中にそれが入ってないっていうのが分からないわけはないんじゃないかなと思うんですけれども声を上げないっていうかそれがやっぱり少し偉、えー、大の中の問題にな,なるんじゃないかなっていう。 気はしますね。ガン登録が法制化されたのは2014年ですよね。それでまだあのえっときちっとあのデータがあのまとまってあの発表されていないと思うんです。で、そのガン登録を待ってあの実用応断っていうのはとってもあの。 な話でありまして自分たちであの見たんですからそれを発表するっていうのがあのな,なぜできないのかっていうのはむしろ不思議なくらいです。